日本神奈川県川崎市宮前区東有馬東。有馬は神奈川県川崎市宮前区の町名。現行行政地名は東有馬1丁目から東有馬5丁目。1989年2月27日に住居表示が施行されて誕生した。郵便番号は216-0002。面積は全域で1.166平方キロメートル。 宮前区の南部に位置し、有馬川が流れている。域内には、有馬第一団地、有馬第二団地といった、市営住宅や、県営有馬団地が建つなど宅地となっているほか、東名川崎インターチェンジに近いこともあり、倉庫も立ち並んでいる。東有馬は、北端でマギヌと、東端で野川の宮前区行きと、南端で横浜市鈴木区の住み入れが、丘、北山田、 東山田と生端で有馬と接している。住宅地の地価は2014年1月1日の工事地価によれば東有馬3の3の4の地点で20万千円平方メートルとなっている。当地は中世から昭和に至るまで有馬の一部であり、下有馬と呼ばれることもあったが平成に入った直後に独立した住居表示となった。戦後すぐまでは 山林が多くを占めていたものの、宅地開発や透明川崎インターチェンジができるなどの変化により大半の緑が失われた。2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。鷺沼駅と東急バス東山電営業所、センター北駅、センター南駅、 小杉駅の各方面を結ぶバスが当地を経由している。ありがとうございます。